突撃、霊夢だよー。ゲーゲーキ、マリサだぜ。最近、吸血鬼にハマっちゃったのよ。アニメ鬼滅の刃に出てくる鬼が、悪役なのに人間味もあって面白いの。鬼滅の刃はキャラに魅力があるからな。主人公の妹ねずこちゃんも可愛くて、かつ、強くてけなげで大好きなのよ。物語や伝説に出る鬼や吸血鬼って、不思議な力もあって魅力的に見えるわ。現実にもこんな魅力的な存在がいたら、もっと楽しく生活ができるのに。そうだな、吸血鬼は実在しないが、吸血鬼のように血を吸う生き物はいるぜ。一体どんな生き物なの？例えば、マダニというダニの仲間だ。彼らは身近に存在している生き物だぜ。しかも、彼らが血を吸うことで、人間は大変な影響を受けたりするしな。吸血鬼になる以上に大変なことなの？だって、命の危険があることなんだぜ。マダニの名前は聞いたことあるけど、詳しくは知らないのよね。じゃあ、もしマダニに遭遇したら、一つしかない命が大変なことになるな。そんな恐ろしいこと言わないでよね。今後のために詳しく教えてほしいわ。それじゃあ、今回はダニとマダニが人間に及ぼす影響と対策を紹介するぜ。最初にダニやマダニの大まかな特徴を紹介していくぜ。なるべく配慮して説明していくから安心してくれ。対処法も一緒に紹介するから最後まで聞いてくれよな。よろしくお願いします。ダニやマダニは、私たちの生活に大なり小なり影響を及ぼす生き物だ。特にマダニには、他の生き物に病気を媒介するという特徴があるぜ。なるほど、だから命が危ないわけね。どうやって人に病気を移すの？マダニは動物の血を吸う生き物で、噛みついて血を吸う時に移すんだ。彼らは生きるために血を吸うんだけど、それで人間は病気になるわけだぜ。なら、マダニには出会いたくないわね。だけど、彼らは草の中に生息し、公園やあぜ道などの場所にもいるんだぜ。森や山にいるのは当たり前なんだが、私たちの生活の中にも普通にいるんだ。マダニはダニでも大型の種で、通常でも3ミリ、吸血時は10ミリになるぜ。目に見えるのはまだ良かったわ。目に見えないマダニがいたら怖いもの。だな、目に見えないダニにおいては、室内にいるダニたちが身近な存在だ。目に見えない室内のダニは、皮膚炎やアレルギーの原因になるんだぜ。小さいのに人間に影響を及ぼすなんて、なかなか侮れない生き物なのね。目に見えない室内のダニは、皮膚炎やアレルギーの原因になるんだぜ。小さいのに人間に影響を及ぼすなんて、なかなか侮れない生き物なのね。ちなみに、どんなダニがいるのよ？室内にいる主なダニは、チリダニ、コナダニ、ツメダニ、イエダニなどだ。どれも人間の赤やふけ、食べこぼしを食べて室内で生き延びているんだぜ。大きさは 0.3 ミリ以下で見えないが、数が多いので人に影響を及ぼすんだ。目に見えないダニも人を噛むのかしら？もしそうなら大変なことよね。室内にいるダニたちは、基本的に人間を噛んだりしないんだ。でも、ツメダニは人間に接触した際に偶然に皮膚を刺すことがあるんだぜ。それによって皮膚に湿疹ができて、かゆみが発生するわけだな。偶然起きるだけなら、頻繁に皮膚炎やアレルギーが起きることはないのね。いや、彼らは凄まじい数いるから、亡きがらがアレルギーの原因になるんだ。たくさんのダニの亡きがらがあると、ホコリと一緒に人に影響を与えるんだぜ。だから、こまめな掃除や換気は、ダニを減らすために必要になるんだ。目に見えない小さな存在でも、多大な影響を及ぼすことができるわけね。ちなみに、室内で起きるダニ被害は、他にもあったりするのかしら？室内での主な被害だと、パンケーキ症候群というものがあるな。例えば、お好み焼き粉や小麦粉など、穀物の粉にダニが発生するもので、ダニが入った状態の食材を使用し、調理して食べてしまうと大変なんだ。小さくて気づかないとしても、食べるのを想像したら気持ち悪いわ。さすがにちゃんと保管や管理していれば、避けられる話だ。ズボラにしていたら起こりうることだからしっかりと対処法も教えるぜ。だから安心してくれ。知ってしまった以上、気になるじゃない。一体、どんな被害が起きてしまうの？食べた人にはダニアレルギーを引き起こしてしまうんだぜ。これがパンケーキ症候群なんだ。でも、調理されているなら、ダニはもう生きていないわけでしょ。なんでアレルギーが起きちゃうの？なぜなら、ダニの亡きがら自体にアレルギー物質が残っているからだぜ。それを食べてしまって体内に入ると、腹痛や下痢などが起きる可能性があり、さらにひどいとアナフィラキシーになり、呼吸困難や意識障害などもあるんだぜ。かなり危険な状態になるわけね。食材の管理にも気をつける必要があるわ。ちなみに、どんなことに気をつけたら、ダニから食材を守れるのかしら？基本的に室内の目に見えないダニは、25度以上で湿度が高い場所にいるんだ。だから、温度が低い乾燥した場所、特に冷蔵庫で保存するといいわけだな。なので、小麦粉などの粉物も、冷蔵庫で保存すると安心できるぜ。目に見えないから意識しづらいけど、説明を聞いてダニが気になってきたわ。ちなみに、ダニは虫だと勘違いされるが、昆虫ではなくクモやサソリの仲間だぜ。ダニは全世界に約4万5千種が存在し、様々なものが多種多様にいるんだ。また、マダニは世界に800種以上、日本では47種が確認されているんだぜ。日本にいる主なマダニは、
二トゲチマダニやヤマトダニだな。ダニとマダニの特徴を知れたけど、マダニとの出会いは回避したいわ。マダニを回避する方法はないの？できれば病気にはなりたくないもの。それには、マダニの生活や生態をさらに詳しく知る必要があるぜ。回避可能なら、ぜひ知っておきたいわ。マダニの生活や詳細な生態を知れば、彼らが好む場所を避けることが可能だ。まず、マダニは草の中に生息し、動物が来るのをじっと待っているんだぜ。ダニやマダニは、卵から幼ダニ、若ダニ、なるダニの流れで成長するんだ。そして、この間に必ず3回は、動物の血を吸う必要があるんだぜ。生きるために食べるのはわかるけど、でも、必ず3回ってのはなんでなの？成長の段階で彼らは脱皮するんだが、脱皮にはたくさんの栄養が必要なんだ。じゃあ、もし動物に出会わなかったら、マダニたちは生きられないのかしら？いや、マダニには、数ヶ月から数年、食べずに生きられる強さがあるんだぜ。だから、人間は犬の散歩など、外出先でほぼ飢餓状態のマダニに出会うんだ。成長のために待っていたマダニは、生きるために必死に血を吸うわけだぜ。どんなに飢餓に強いとしても、食べずに成長することはできないのね。でも、長期間も食べずにいたら、私だって目の前の食事に飛びつくわよ。確かに誰にとっても食事は必要だ。ただ、彼らは病気を運ぶから厄介なんだ。病気がうつらなければマシよね。なんで病気はうつっちゃうのよ。マダニの血の吸い方は特殊で、1日から1週間も吸い続けるんだぜ。この間に彼らの牙は、離れないようにセメント物質というもので固められ、皮膚から絶対に取れなくなる上に、血液を固めない物質も出されているんだ。そうやって長期間吸血することで、病原菌が体内に入ってしまうんだぜ。確かに1日もマダニと一緒にいたら、病気にかかってしまうわけだわ。でも、吸血しないと生きれないのは、マダニにとっても困った生き方よね。大型のダニということもあって、マダニには大量の栄養が必要だからな。動物の血は栄養価が高いのもあって、血を吸うという生き方になったんだぜ。しかし、マダニは足が短いので移動能力がほとんどないんだ。だから、ただひたすら、草の裏で近づく動物をじっと待っているんだな。でも、人も動物も動いているのに、なんでマダニはくっつけるのよ？マダニは目は見えないんだが、足にある器官で二酸化炭素がわかるんだ。それで人や動物の存在を嗅ぎつけ、宿主の静電気を利用して取り付くんだぜ。まさかの静電気、髪の毛に下敷きで遊んだことがあるわ。だから、マダニの短い足でも、動いている人や動物にくっつけるんだ。じゃあ、まずは草むらに入らず、マダニのいる場所を避けるしかないのね。でも、山や森などに行く人もいるし、草むらすべてを避けるなんて難しいわ。そうだな、それを解決するには、どんな草むらにいるかを知るといいんだ。ちゃんと特定の条件があるのね。あと、かかる病気の種類も気になるわ。マダニが運ぶ病気は多種多様なんだが、総称はマダニ媒介性感染症というんだぜ。主に重症熱性血小板減少症候群、ダニ媒介性脳炎などが有名だ。アメリカではバベシア症やライム病などが挙げられるな。このような感染症にかかってしまうと、命の危険もあるので対策が大切だぜ。どのような症状があるの？かかってしまったらすぐに気づきたいわ。SFTS については、発熱や下痢、頭痛、筋肉痛や痙攣なんかもあるぜ。ダニ媒介性脳炎は発熱と頭痛などの後、めまいや痙攣、意識障害が出るんだ。また、アメリカのバベシア症は、研究によって新事実も見つかってるぜ。新事実ってのは気になるわね。従来、バベシア症はライム病との同時感染が蔓延の理由だとされてたんだ。しかし、近年の研究によって、母子感染の方が理由だとわかったんだぜ。バベシア症は、感染した母親から体内の子供に移ってしまうんだ。それは大変なことじゃない。だからこそ、予防が大切だってことね。やっぱりマダニを避けるために、草むらの特定の条件が知りたいわ。回避できるに越したことはないからな。近年の研究で明らかになったのは、マダニが多く生息している草むらが、鹿が多くいる地域だとわかったんだ。特に、鹿が多く生息していて、局所的に草が多く生える場所なんだぜ。だから、鹿の多い場所の草むらには、できるだけ入らず、避けるのが賢明だ。じゃあ、鹿が減ったら、マダニも減るのかしら？いや、そういうわけでもなくて、他の宿主の場所で増えるだけなんだぜ。森林などの野生動物がよくいる、下草の多い場所が危ないんだ。マダニは乾燥に弱いこともあって、ある程度湿気のある場所がいいんだな。そして、動物がよくいる場所だと、ある程度湿気も保たれているんだぜ。それなら、できるだけ動植物が多い草むらは避けた方がいいのね。また、猫や犬などにもつくので、地域猫や野良犬がいる場所も危ないな。あとは、獣道がある場所、山林近辺は気をつけた方が良いぜ。奈良公園には鹿がいるから、マダニ対策が必要ってことになるわね。まさに奈良公園の鹿は野生動物だから、マダニは当たり前についているんだ。むやみに鹿に近づかず、触らず、公園に行く際も対策は重要なんだぜ。どんな対策だといいのかしら？まず、草むらに入るときは、肌の露出をできるだけ減らすことだ。
あとは、マダニ用の寄生剤をつけたり、動物の多い草むらは避けるなどだな。家に戻った後は、上着をチェックし、シャワーや入浴で体も確認するんだぜ。ちなみに、マダニ被害って、対策が必要なほど増えているのかしら？もし増えているとしたら、何か理由があるわけよね？年々増加していて、11年前の50人が、2023年には133人になったんだぜ。理由は、野生動物と人の生活圏の境界が昔より曖昧になったからだ。近年、野生動物は山の環境変化で、人里に来ることが増えているんだ。これは昔は山を管理する人がいたが、少子高齢化で減ってしまったからだぜ。山の環境が昔とは違ってきているのね。そうだ、山が荒れ果ててしまうと、野生動物の食べ物が減ってしまうからな。そうやって降りてきた野生動物と共に、マダニが人里に増えているんだぜ。じゃあ、山を整える必要があるの？まさに、山林を管理し、境界を作って整えることが重要だと考えられているな。全く関係ないと思っていたけど、自然とのつながりが突然見えてきたわ。でも、山などの自然は簡単には変えられないわよね。だからこそ、マダニとの関わりを知って安全対策する必要があるわけだぜ。もし刺されてしまった場合はどうするのが一番いいの？もし刺されてしまった場合は、慌てずに自然に取れるのを待つんだ。取れたマダニは、病院に持っていくので、ビニール袋などに入れておくといいぜ。たとえ、何も症状が現れなくても、必ず医療機関を受診することが大切だ。ここまでマダニのことを聞いてきたけど、有害で良いところはなかったわね。彼らを有益な存在にすることは、どうにかできないのかしら？いい考えだな。実際、それに着目した研究者は存在するんだ。まず、マダニの分泌する唾液に注目し、それを医療に応用しようという考えだぜ。医療に応用できたらすごいことよね。マダニの唾液にはどんな効果があるの？マダニの唾液には、大まかに3つの分泌物がある。一つは、セメント物質で、皮膚にくっつく接着効果だ。二つ目は、抗凝固物質で血液を固めないための効果だな。三つ目は、麻酔物質で、人や動物の皮膚を麻痺させる効果だぜ。難しい名前が多いけど、どれも医療で使えそうな効果だったわ。これらの効果は様々な研究がされていて、医療への応用が期待されているんだ。中でも、オーストリアにあるウィーン医科大学の研究者は、セメント物質から医療用接着剤への応用を考えているな。もし成功したら、どんなことが可能になるのかしら？マダニの接着効果は、骨折や移植の接着に役立つ可能性があるんだ。人の皮膚に接着する物質なので、拒否反応なしで強度も期待されているぜ。確かに、もともと人の皮膚にくっつくから、可能性は大いに期待できるわけね。また、マダニは古くから姿を変えずに生きてきた強い生き物だ。多数の病原菌に感染していても、彼らは生き絶えたりしないので、その唾液から感染症へのワクチンを作る研究も行われているぜ。確かに病気を移してしまうけど、逆に言えばそれだけ強いわけよね。でも、なんでマダニは、病原菌で亡くなったりしないの？先に挙げたマダニのセメント物質には、抗菌作用があり病気にならないんだ。だから、宿主の動物から吸血しても、その抗菌作用がマダニを守るんだぜ。しかし、取り込んだ病原菌は、マダニの体内に残るわけだな。だから、次に噛まれた人にその病原菌が移ってしまうのよね。そうだぜ。しかし、一度噛まれると、動物には免疫がつくとわかっているんだ。なので、2回はダニの感染症にかかりにくくなるんだぜ。じゃあ、噛まれた方がいいじゃない。いや、人は感染しないとは限らないし、ひどいとアレルギー反応が起きたり、重症だとアナフィラキシーになって、呼吸困難や意識障害の危険があるんだ。だからマダニについては、ワクチンの研究を頑張っているんだな。そうね、噛まれて免疫作るよりも、確実なワクチンがあれば安心だわ。そのような医療の応用だけでなく、マダニの研究は他にも多く存在するぜ。例えば、ワシントン州に存在するクロアシダニという種類は、病態以上に成長していると極端な温度変化にも強いと分かったんだ。若ダニやナルダニだと暑い時期も寒い時期も生き残れるんだぜ。だと、永遠の命になるわよ。本物の吸血鬼みたいじゃない。さすがになくならないわけじゃないな。生命力が枯渇すればなくなるんだぜ。要するに栄養が取れなかったり、子孫を残すとなくなってしまうんだ。さすがに吸血鬼にはなれないのね。クロアシダニがどのような環境下で強くいられるのかは研究中なんだが、解明されれば、このマダニへの予防策、環境改善の方法が明確になるんだぜ。マダニは有害な生き物だから有益にはならないと思ってたけど、様々な応用の研究でマダニが期待されていてよかったわ。さて、ここまでマダニについて多くのことを知ることができたが、ここまで紹介した話は、ダニの一部の話でしかないんだ。マダニは人や動物に有害だが、世界にいるダニの 90% は無害なんだぜ。そして、そのほとんどが、森や山の土壌の中に生息しているんだ。ここまでの話が一部だったの？思った以上に情報は多かったわよ。さらにダニのどんな話があるのかしら？土壌などの自然にいるダニは、分解者という役割を持っているんだ。
分解者というのは、落ち葉や生物の遺体などを食べ、消化して糞として分解し、土壌を栄養豊富にする役割だぜ。そうすることで、豊富な植物が育ち、森や山は自然豊かになっていくんだ。まるで自然を守る精霊みたいね。吸血鬼のようなマダニだけじゃないのね。なんだか、映画もののけ姫の小玉の姿を思い出したわよ。確かに森を作っていると考えれば、森に住む精霊に近く感じられるな。また、ダニの種類によって、適応環境が全く違うこともわかっているんだ。ダニごとに好む場所が違うってこと？そうだ、分解する担当も分かれていて、枯れ木担当や落ち葉担当などがいるぜ。そのようにそれぞれ適した環境に生息して役割を担っているんだ。そのため、土壌にいるダニの種類が豊富なほどその土地は豊かとされるぜ。豊富な種類がいるほど、幅広く様々な環境がある土地と言えるのね。このようにダニは土壌における、豊かさの環境指標にもなっているんだ。ダニという存在が小さいものではなく、自然環境に重要だということね。そうだ、目に見えない存在だが、その役割はとても大きいものなんだぜ。もしダニがいなくなってしまえば、自然環境が崩壊する可能性は高いんだ。目に見えない存在なダニなのに、重要な役割があるとは思わなかったわ。ちなみに、特定の環境や動物と共存し、生きているダニたちも存在するので、その寄生先や場所がなくなってしまうと、ダニも一緒に絶滅してしまうんだぜ。例えば、日本固有の鳥の時は、2023年に亡くなり絶滅しているんだが、この絶滅とともにコナダニ類、トキウモウダニも絶滅したんだ。そのダニは他の鳥には存在しないの？現在、中国産のトキを人工繁殖させ日本に放鳥して増やしているんだ。しかし、放鳥した中国産のトキには、トキウモウダニは一つもいないんだぜ。むしろ、中国由来のトキには、別種のウモウダニがいるんだ。同じ名前の動物であっても、種類が違えば寄生するダニも違うのね。このようにダニは環境や動物が変わってしまえば簡単に絶滅するんだ。だから、大きな環境変化が起きれば、多くのダニが消失する可能性もあり、たくさんいるからといって、安心できる話じゃないんだぜ。無視できない話だと感じたわ。前述した森や山の管理の話のように、自然環境を手入れすることも必要だ。私たちが思う以上に多くのダニは、自然と共存し、環境を整えているんだぜ。他にも、チーズを作るダニも存在し、人間の生活に関わるダニもいるんだ。それは面白い話だわ。自然環境で働くだけじゃないのね。フランス北部の名産となっているミモレットというチーズがあるんだが、自然熟成したミモレットは、シロンという粉ダニが熟成させるんだ。このように食材を熟成させるダニも存在しているというわけだな。ダニといえば私たち人間に有害な話が多いから嫌いだったけど、様々な種類が世界中に存在していて、多くの可能性に満ちていると知ったわ。そうだな、目に見えないが、ダニたちは身近に当たり前に存在しているんだ。何も知らずに暮らしているよりも、存在を知って有益にできることは多い。ダニのように目に見えないものでも、陰で活躍しているものはいるからな。そのような存在や可能性に目を向けて、着目できることは生きる上でも大切だ。事前に危険を避けることもでき、将来に有益な情報も得られるからな。そうね、危ないからと目を背けずに、知ることが重要だと学べたわ。今後のマダニやダニの研究が進んでくれることを期待しているわよ。ここまで見てくれてありがとう。この動画が面白かったら、ぜひコメントや高評価をお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。ということで、最後まで、ご視聴ありがとうございました。